つもご視聴ありがとうございます。11月からいろんなものを通販で買ってるんですが、本日は YouTuber の必須アイテム、新しく買った LED リングライトをご紹介したいと思います。こちら Amazon から届いたんですが、これを今から開けてみたいと思います。前はこちらみたいですね。ちょっと開けてみたいと思います。こうかな。うわー、すごいですね。これなんか掃除機のルンバみたいですね。こちら折りたためる LED ライトということで、こんな風にねコンパクトになってます。で、今ちょっとねこう出してみようと思ったんですけど、すごいですね。これなんかどうやるんだろう。こんな感じなのかな。すごいですね。これすごい、もう今までのとね全然違いますね。この長さはですね、こちらで170センチぐらいまでねこれ伸ばせるみたいで、こちらフロアの方に置いて結構長くして使ったりとかもできるみたいなんですよね。で、これはねただ引っ張るだけでこう上げ下げができるタイプです。で、こう上げたら、ここをこうねじったら、こう倒れないように止まるみたいです。ここにスマホを挟むようになってますね。私はね、このパーツって使わないんですね。ライトだけ使って、この横に本当に安っぽい簡単なスタンドを置いて、このライトで照らしながら、そちらのスタンドにスマホをセットして、こう別々で2本置いて使ってるんですけど、ここにやるとね、ちょっとめんどくさいんですね。自分的にここをまた調整したりとか。なかなかね、一つで簡単にできる方法が今までなくて、今のところその二つ使う方法になってます。今使ってるやつがね、すごく使いづらいんですね。今使ってるものこちらなんですけど、これも結構背が高くなるんですけど、こちら使いづらい理由が、まずここのパーツを一つ一つこう、外して長さを調整しないといけなくて、これがまずめんどくさいんですね。まあ、こちらはね、首の角度もこう変えられるんですけど、まあ、首の角度を調整して、で、ここも調整して、この三脚がなんかこう動画の中に入り込んでしまうことが結構あるんですよ。結構倒れちゃったりすることもあるんですね。で、まあこれはもう小さくしてもこんな感じなので、そこら辺にいつも置いてるんですけど、これも使わない時に動画の中に映り込んでしまったりとか、まあ置いてて絵にならないというか、お部屋にあんまりこうそぐわない、まあちょっと邪魔になったりすることが結構あるんですね。実はこのライトも買ってすぐにこうパカって外れるようになって、セロテープでね、この4箇所止めてるんですよ。毎回使う時に出したくないなって思いながら、まあ、ずっと使ってきたんですけど、まあ、今回ね、それでやっと違うもの買ったんですけど、来てみるとですね、この今回買った白い方が、リングライトの直径も大きいんですよ。まあ、こちらの方がパワーがあるかもしれないですね。USB はこちらにつなぐところがあります。で、ちょっとね、USB 挿してみます。はい。ちょっと今挿してみました。はい。どんな感じかと言いますと、ちょっと今ね、外から日が当たってるので分かりづらいかなと思うんですけど、色はね、だいたい3色あるんですね。ちょっとカーテン閉めてる。今ちょっとカーテン閉めてみたんですけど、まあ、蛍光灯みたいな白っぽいタイプと、私はいつもこれを使うんですけど、あとオレンジ系と自然、ナチュラルな感じのライトと3種類あります。わかりますかね？強くなったり弱くなったりすごく調整できる。こちらの機能はベーシックなもので、古い方のものにも同じ機能がついてます。どうですかね？はい。オフですね。私は昼間はこのライト使わないので、夜お話の動画を撮るときに自分に当てたり、動画で何か物を作ったりすることが多いので、自分の手元にライトを当てるのに、主に使ってます。こちらちょっとね、難がありまして、それがですね、このライトがこちら側に倒れないんですね。今までのこのタイプだと、こういう風になって、この手元を取ったりとかすごいできて、あとオークションで物を売るときに、夜なんかはこういう風に物にライトを当てて撮ると、写真が綺麗に撮れたんですけど、こちらは、首は前の方に倒れないタイプなんですね。
まあ、いろいろ考えて、とにかくこのライトの使いにくい理由が、もう首とかがカチャカチャしてしまって、すごく調整に時間取られて、こちらの伸縮させる機能もすごく手間がかかって、ストレスがすごいんで、これをもうやりたくないということで、もう首は曲がらなくても、このスマホをね、挟むところがまあ曲がりますし、このベースのところをですね、ちょっとこういう風に傾けるのはできるんですね。こういう風に止めると。最近は手元よりこうおしゃべり動画で顔にライトを当てることの方が多いので、まあ、使用頻度とその扱いやすさを考えると、ここは曲がらない方がいいかなと思って、こちらを注文しました。こちらカラーが白とピンクと黒とあって、本当はピンクが欲しいんですけど、まあこれ使ってない時にお部屋のどっかに置いてて映ってしまったりすることも多いので、まあ白の方がお部屋にマッチしてて、ピンクほどは変に目立たないかなという理由で白にしました。まああと白の方がタイムセールでちょっと安くなってたんですね。こういう伸ばしたり縮めたりも多少硬いですけど、こちらのようにこう毎回ここを開けたり閉じたりとかしなくていいですし、まあなんと言っても一番いいのがこういうふうに簡単に片付けられて、まあコンパクトになるということですね。こういう似たタイプのものね、たくさん出てるんですけど、これへこみとか出っ張りが少なくて一番フラットな感じだったんですね。なのでまあ、ホコリとか掃除するのにも簡単ですし、どっかにも置きやすいということで、こちらにしました。まあ、ちなみにですね、冬は朝とか暗くて、うちはオレンジ系のちょっと暗いライト、朝もランプ使ったりとかしてるんで、まあ、お化粧するのに、こう、顔が見えづらかったりとかするんですよ。まあ、せっかく買って夜の動画だけ使うのはちょっともったいないので、お化粧するときにもね、こちらを使おうかなと思ってます。こちらも何かの時にはね、やっぱり使ったりすると思うんですけど、ちょっと一回ね、片付けとこうと思います。こちらね、乾電池かなと思ってたんですけど、なんかこの収納できるスペースがあるみたいで、まあただ私のやり方が悪いせいか、これ一回はめるともう本当に取れないんですね。これはまあなんかその辺に置きたくないので、ここにこういう風に入れたいんですよね。入れてみたところね、これで出てくる様子もないので、もう蓋をせずにこのまま使おうかなと思ってます。